皆さんこんにちは。今回はですね、芝野虎丸九段と菅道仁九段の能信杯第2ラウンド第6戦のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。芝野九段の黒番です。まあ2連生ですね、菅九段はね。でまあ二間締まりしました。で三々入りまして、で桂馬にかけまして、でまあつけましたね。まあこれは難しい定石をやろうということなんですけれども、まあ避けました。はい、で避けまして、まあでここでまあ締まりましたね。でまあかかって、ここでですね、まあ挟みましたね。はい、まあこれはですね、まあ模様を牽制しようということですね、ここのね、白はね。でまあここでまあ滑りました。まあそうです、滑る手はまあ時折打たれる手なんですよね。でまあここでまあこう二間にまあ開きまして、でまあここをまあ覗きましたね。まあこれはまあよく一間締まりの時によく打つ手ですけれども、覗いて桂馬に打つっていう、まあそれのまあそれをまあ順用したっていうか、まあそういう感じの手ですね。でこういってこう打ちまして、押さえて、で一間飛びました。まあ一間はまあちょっと狭いようですけれども、一応急所に行ってますので、まあ後にねこの一子をねまあ攻めることが可能だということですね。でまあ一間飛びまして、白はね、でここで肩ついていきました。でまあこれに対してまあ手を抜きましたね。まあよく最近は手を抜くのが多いです、この肩つきに対して。でまあここはまあこの二間締まりのまあ急所の位置ですね、一番よく打たれる手ですね。でまあこの後手抜いたらここにつけて、星の位置にね手つけて、まあ打開していくということなんですけれども、でそこでですねかかりましたね。はい、かかりまして、でそれに対して挟みました。まあ、挟んだ手がね、まあコスミつけて伸びる、まあそういうのもあるんですけれども、まあコスミつけて伸ばすとな、結局まあ三間にここ開いたりしてしまうので、ですからまあこう挟んだんですけれども、まあ挟んだ手が悪い判断ではなかったようです。でまあここでですね、まあこれ結局まあここ押さなかったから押していったんですけれども、この判断があんまり良くはなかったですね。でまあこう結局這いまして、跳ねて、でぶつかって、まあここが結局は弱点があるので、これ駆け継がないといけないんですけれども、まあここでですね、まあここつけまして、まあこう先手でここをね処理できるんですよね。でこう打って、こう打って、こうついでね伸びて、で伸びて出て、で一間飛んで、でまあここはこれはまあ連絡されるので遮らないといけないので、こう打ちまして、で覗いてこう打って、でここ一間飛ばれましてですね、ちょっとねこの石とこの石がねちょっと見合いっぽくなってはいるんですよ。うん、でもまあちょっとぐらい、ちょっと悪いぐらいですから、実際には、まあ実際現状では今白がね 63% で1目半ぐらいの有利なんですけども、まあでもまあそんなには悪くないですね。ここでまあそう、黒もまあこんな感じで桂馬に打っておれば別にそんなそれぐらいの差ですから、別に大したことはなかったんですけれども、ここでですね、まあ黒がねここに打った手がですね、これがちょっと問題でしたね。まあここ相手に一間飛ばれるっていうことでこう打ったんですけれども、さあこれはもう第一感でこれつけていくんですけれども、もうこれつけていったらこれまあ伸びますよね。ですからこれはこうつけて伸びていくと同時にこの石がね息苦しくなるんですよね。でそういう手なんですよね、この手は。だからこの手がまずミスでしたね。で結局これ逃げないといけないんですけれども、でまあつけて、でここでですね白はね冷静にねここ急所の位置に打ちましたね。眼形の急所ですね、これはね、眼形の急所に打ちました。まあここ押していく手もあったんですけれども、まあ眼形の急所に打ちました。でそこでですね、これ跳ねた手がまたこれがこれほぼ敗着じゃないかなと思うぐらいなんですけれども、
跳ねた手が、まあ、これはちょっと本当問題でした。ここは伸びないといけなかったんですけれどもね、まあ、跳ねて、でまあこれ当然ねここぶつかるんですけれども、でぶつかったらこれ当然切ってきますよね、これはね。で結局切られてですね、本当に困りました。これとこれが見合いになってます。もう完全に見合いになってますね。でこれ伸びて、で伸びて、でまあこれ取られてしまうので、これ切られたら、でまあつけてね、まあこうまあ切られないように受けたんですけれども、でまあここで一応ね冷静にね三々に打ちました。これは非常に冷静な手でしたね、この三々打った手がね。でまあ問題はこの石をまたね逃げないといけないんですけれども、でまあ桂馬に逃げまして、でここ押しましたね。さあでこの桂馬に打ったんですけれども、これでそれに対して押したんですけれども、さあこの押した手がね、さらにねこの手に対して先手で、実はですねこれ例えばねこういうところで、まあ、竹踏み打ったりするとですね、これこうつけたりされるとちょっと跳ねられないんですよね。こういってもこういくとここをこういかれて、こういってでまあ当たり打ってついで、でまあこれかけついだらですね、なんとこの石がね死んでしまうので、こういくのはこういってこれ連絡なんですよね。ですからこの石が取れないので結局これ死んでしまうんですよね。ですからこういう手がありましたので、まあ、受けないといけないんですけれども、この手に対して黒はここ何かそこですね、ここに受けた手がちょっと理解ができない手なんですよね。というのは、まあ、この石というのはまあ、こういうふうに打っても取れるんですけれども石をね、そうであるのであれば、ここはですねこういうふうに打たないといけないんですよね。こういうふうに打ってこの2目に対するダメをね少しでも詰めておかないといけないんですよ。これでも結局はこれはこの石は取れてるんですよ、こう出れば。でさ、こういうふうに打たないといけなかったんですけれども、ここに打ちましてですね、でまあ白にねここ急所に打たれて、これでもうちょっと困っちゃいましたね。これ現在の形勢なんですけども、現在はもうねここでね白が 96% で12目有利なんですよね。でこの時点でねはっきり言ってもうね碁がね終わってるんですよね。まあ、この跳ねた手もそうだったし、まあ、この手ねでこういう2度のミスによってもう一気に形勢がね敗色濃厚になってしまいましたね。でまあ伸びるんですけども、まあ、あんまり意味はないですね。こう割り込まれたら当たり打ってこうついで一応継ぐんですけれども、さあこういった時にこのね2目がね逃げられないんですよ。どうやっても取られてしまうんですよ、この2目が。で逃げるだけ損なんですよね。伸びて伸びて結局この2目は、まあ、逃げられないんですよね、取られてるんですよね。でまあ一応跳ねるんですけれどもでまあここは冷静にここをねつけておいてね、この3子を制しておきました。ただこの手はこの石はですね若干ねまだね味はあるんですけどもね、この石はね。でまあここでまあコスみまして、まあ白ねここでねまあこれ取りに行きましたね、この石を左辺を。まあここでまあこう当たり打つとかいうのもあったんですけれども、まあちょっとまあ取りに行きましたね。まあでもこの手はねちょっと問題があったのは、例えばここで黒にこういって、まあ、こういった時にね、まあ、こう当たり打って、まあ、抜いた時にで、まあ、こういってこういってで、まあ、こんな感じでいった時に、まあ、こういって切った時にこうやってねこうにする味はあるんですよね。実はこういう味はありました、はい、味はありましたけど、まあでもまあこの子はほぼ勝てないですから黒はね、一応こうにする味はありました。でまあ伸びまして、でまあこれは封鎖されましたから白は生きないといけないですね。でまあ押さえて、でぶつかってついで、でここまあ継ぎましてね、これでまあ一応来ました白は。でまあ黒はねちょっと大きく、ちょっともう今形勢が悪いですから大きくね、まあここを地にしないといけないのでここを押さえましたね。まあ本来だったらまあこういうところに一軒石を打っておくぐらいなんですけれども、まあ這われたりするとまたねかなり減らされますので、でまあここでまあ動き出しました。こう打ちまして、でまあかけつぎました。でここでですね、まあ使
け越しましたね。まあこの手はどうだったかなっていう気はするんですけれども、まあこう打ってこう打ってね、まあここまで一本道なんですけれども、まあ切ってで伸びてっていう感じで打ちました。まあここはねちょっとね白もまあこっち動いても別に良かったんじゃないかなと思ったんですけれども、まあここでね、でここに打ちましたね。でこの手もそうなんですよ。ここにちょっと打ったら別にねこの石まだ動く機会があったので、ここ打って相手が受けた時にまあここ打つとかやった方がまあその何て言えばいいんですかね、利かすっていうか活用の余地がたくさんあったんですけれども、まあここに打ちましたね。まあちょっとどうだったんだろうって思うんですけれども、まあここでね結局黒はねここ急所の位置に打ちました。はい。でまあ菅九段の考えはまあこの手をなんか用意してたみたいですね。でまあこの手はですね、まあ、例えばこう、まあ、遮ってしまったら、まあ、こういってこういってね、でまあこれ切ってしまおうということですね。でまあこういうふうに当たり打つしかないんですけれども、まあここでね、まあ、こういう当たり打ってこう打ってこう打ってこう打ってこれも伸びて、まあ、これ継がないといけないんですけども、まあ、こういってでまあこんな感じで打って、まあ、この石を攻めながら、まあ、この辺をもう割っちゃうと、左辺を右辺を割ると。まあ、そういう考えだったみたいです。でまあそれが見えたので、芝野九段も、まあ、ここではね、まあ、まあちょっと辛いですけど、まあ空き三角で、まあ、ここを守りましたね。でまあこう出まして伸びて、でまあここを押していきました。でまあ一間飛んで伸びて伸びて伸びて、で一間飛んで、まあ一応ここはねちょっと大きい地はできたんですけれども、まあちょっとここ曲がられるっていうのはあるんですけれども、まあ菅九段はまあどうもここをちょっとここを与えてもこっちがちょっと大きくてちょっと地稼いでるからそれでよしと思ったかもしれません。まあつけて伸びて、でここで曲がりました。でまあ一応これ生きないといけないんですけれどもね。でまあここ跳ねて押さえて、で一間飛びましたね。はい。でまあここでまあ跳ねました。じゃあこの跳ねた手の意味なんですけれども、もちろんこれはね生きてはいるんですけれども、まあ、何がやりたいかっつったらですね、この白は今まあこう押さえるじゃないですか。そこでまあこういうふうにいくんですよね。まあ、こういうふうにいったらまあこういうふうにいかないといけないですよね。でもこれは一応先手なんですけども、黒もこの交換をしたいっていうことです。でこういってこういっていくとこれどうなるかっつったら、もうこの3子が取れたので、さっきのように跳ねてコウにする味がもうないんですよ。ですからここがすっきりと取れてしまってるっていうことですね。ここのダメが詰まると、それを狙って、そういうことを狙ってました。でまあそこでまあちょっとまあこれ頑張るんですけれども、まあ、ついでねこういって、まあ結局はまあ生きるんですけれどもね、まあ当たり打ってまあ跳ねて、まあこうなんですけれども抜いて、でまあここを切ったんですけど、まあこれはもうこう当たり打ってこう打ちまして、まあ結局まあ誤りましたね。で誤って張って押さえて、で結局一目取ってね、まあこれでまあ一応まあ行きましたね。はい。で白はまあここ跳ねて、で出てこのでまあダメ詰めて押さえて、それでまあ黒が一目取ってこれで行きまして、ここがまあこうがなくなって、で黒も生きたという状況です。現在形勢はですね、まあもちろん白がね 98% ぐらいで14目ぐらいいいんですけれども、でまあここでね、まあまあこれ先手ですね、使って、でここ張っていきまして、まあ問題はここでね、こっち黒が跳ねてちょっと切っていく、でここが大きい地ができると、まあそういうのがまあ逆転の、そうしたったら逆転だったんですけれども、まあちょっと時間もなかったせいで、まあこれ時間つなぎですね。でとりあえずはまあこっちを打ってますね。こっちの跳ねるかどうかの判断をもうするために、まあ時間つなぎで打ってるんですけれども、でまあここでね、まあ跳ねまして、まあ結局無理だと見て跳ねて、でここでね、もう三々守っちゃいましたね。非常に大きいところなんですけれども、ここね守っちゃいました白が。でまあ継ぎまして、これは先手ですね。はい、先手ですからね。まあ受けまして、でまあここに打ったんですけれども、はい、ここに打ってね、ちょっとね
まあ、こういう感じで取りに行こうということなんですけれども、まあ、ここにつけて、まあ、伸びて伸びて、で伸びて、で、まあ、ここにつけてですね、この石がもうこれでちょっと取られてしまってるんですよね。すっきりと、まあ、差はちょっと詰まりましたけれども10目ぐらいに。ただまあこれでまあそのまあ詰まあのどもう危ないとこがないんですよね、白がね。でまあここ飛びまして、でまあここ跳ねて、でまあここでね黒をねここ張ったんですけれども、まあこれはちょっとまあその投げ場を求めた感じですね。でまあここに当たり打ちまして、まあここでちょっと手入れが発生してしまいましたね。まあ実戦ではもう伸びるんですけども、ここにまあ割り込んでこう打って、でこう割り込んで、ここでですね、あの手が発生してしまいまして、ここね、ここで芝野九段が投了しましたね。まあこれ以下の手順なんですけれども、まあそうですね、まあこういうふうにいったら、まあこうついで、でまあもうこういくしかないんですけれども、まあこういって、まあ、抜いて、まあこういって、でまあここあのついで、でまあここ打ちまして、でまあここを切るんですけれども、まあ一回当たり打ちまして、でまあ伸びたところで、伸びたらまあこう打ちまして、まあこれ継がないといけないですね。でまあこう当たり打って、こういって、こういって、こういって行くんですけれども、まあこういった時にこれを告げないですね。こういった時にもここ取らないといけないですよね。で結局まあこれを打ちまして、この3子これがね、あの生還してしまいますね。まあこうなったらね、結局まあおしまいですから、はいね、結局ここでね、ですからまあ投了しましたね。この手がありましたのでね、はい、以上です。